蜀への亡命を試みた夏侯派は郭偉らの説得を受け義に帰還。しばしは夏侯派の杞憂を理解すると騒動を不問に付した。立つべきは血脈ではなく権勢や慢心が生む愚かさの連鎖。有能な将として共に戦う夏侯派を敗する理由はどこにもなかった。その3年後、呉では帝である孫権が死去、末子孫良が後継となり、諸葛恪がその補佐の任に就いた。諸葛恪は魏と領地を接する東漢の地の軍備を増強、魏に対して明確な戦闘の意思を示す。しばしはこの法を受けると腹心たちを東漢へと向かわせた。命を受け外政へと赴く司馬昭、諸葛誕、王元気、夏侯派。定律を破り新たな世へ、司馬氏の時代への戦いが今始まる。諸葛誕様、今年はおらんとこの畑出来が悪いで。それは気の毒だったな。よし、減免するよう言っておこう。諸葛誕様、娘が嫁に行くってのに晴れの日に着せてやるものがねえだ。ああ、それはめでたい。後ほど誰かに手配させよう。おい諸葛さん、そろそろ始めるぞ。さあ、じきにここは戦場になる。お前たちは村に戻るのだ。心配するな、村に戦火は及ばん。この諸葛公休がいる限りな。ありがとうございます。よろしくお願いしますだ。領民の御用聞きか。大した人気だな、諸葛誕殿。ああ、果汁殿、人気などとは大げさな。民の笑顔、民の安寧、それこそが私の願い。諸葛一族に流れる仁愛の道だ。まずは敵の拠点を制圧する。皆、進軍を開始せよ。うまくいきゃいいんだけど、雲行きは怪しい。主将にやる気のなさも問題だ。やる気がありすぎる。始末が。この俺が相手だ。かい。なんという強さ。ここは引く。これでやるな。敵は強いぞ。逃げろ逃げろ。このままじゃかなわん。撤退だ。足の気力が破れようと、敵の動きがおかしくなる。朝取らしすぎる。一緒に進むのはまずい。俺たちは東から行くぞ。何？司馬昭殿が進軍路を変えただと？私の指示に従わず勝手なことを。敵を追撃しつつ進軍せよ。我々がこの戦を制するのだ。よくやってくれた。お見事、見せつけてくれますな。敵の本体が通過したぞ。今だ、岩を落とせ。なんだ、最後の道が塞がれちまったぞ。
地を突破して進むのだ。それがしにはまだなすべきことがある。ここは引
としてやろう。ごめんなさい、なぜここは通せない。今日のところはこれまでだ。次の戦で確実に葬ってやる。これでなんとかなったな。早く引き上げるぞ。責任は果たす。基本だけどすごいこと。やるな、大したもんだぜ。生き残った多くの精鋭たちよ、敗戦を嘆いてはならない。我らはこれより合肥新城に向かう。しばし殿のもとでこの雪辱を果たすのだ。